第100回東京箱根間往復大学駅伝競争袋3日神奈川箱根町芦ノ湖スタート東京千代田区大手町読売新聞社前ゴールイコール極間196 0キロ主催の関東学生陸上競技連盟は閉会式で今大会の最優秀選手 MVP にあたる金栗り四蔵杯お城最大山本唯人唯人4年 二重をすることを発表した。山登りの5区で2年連続の区間新記録を樹立し、城西大を過去最高の総合3位へと導いた。大会関係者は、選考理由を今大会唯一の区間新記録、雨天で気温が低い中で価値のある区間新記録だと選考されましたと説明した。記者会見に出席した山本は、 このような賞を受賞できて感謝しております。今後の競技人生においてもすごく良い経験になったと思います、と笑顔で語った。大学卒業後の4月からは実業団のスバルへ進んで陸上競技を続ける。マラソンでチャレンジしたい。次の五輪代表選考会の MGC に向けてマラソンを走れる体作りをしたい。28年ロサンゼルス。 五輪の表彰台に上れるように頑張りたいと表情を引き締めた今期の城西大は昨年10月の出雲駅伝で3位11月の全日本大学駅伝で5位とともに過去最高成績を更新第100回箱根駅伝も山本の活躍もあり過去最高の総合6位2010年12年を上回る総合3位へと躍進した みんなが真剣に取り組んできたことが今回の結果につながったと思う。来年度の後輩たちにいい形でつなぐことができたと思う。嬉しく思います、と山本は胸を張った。僕の区間記録を更新した昨年大会で、久部誠司監督から山の妖精の異名を授かった。一年間しっかり準備してきていた。僕に対する思いは誰よりも強く持ってきていた。 山の神にはなれなくても、今の区間記録を打ち立てられたこと、皆さんの記憶に残る走りができたことは嬉しく思います。優勝には届かなかったが、令和のクライマーとして鮮烈な印象を残せたことに満足感を漂わせた。